こんにちは、市川ファームです。今回は斑入りの丸葉万年草の育て方とかいろいろやっていこうと思います。今普通に作業をしてたんですけど、すごい雷が鳴って、はい、雨も今すごい降ってきて、ちょっともう外で作業してられないんで事務所に入ってきて YouTube のこの声を入れる作業をやってるんですけど、さっきすごい雷が近くで落ちて、もうピカっていうのとバコーンっていうのが同時に来るくらい、多分すごく近くに雷が落ちたと思うんですけど、はい、椅子に座って作業してたんですけど、気がついたら転んでました。衝撃というか、音と振動がすごすぎて、はい、まあ、雷の話はそんくらいにして、斑入りの丸葉万年草なんですけど、これは今7月の十何日かなとかなんですけど、夏でもまあまあ育てやすい品種になってます。はい、うちでは今こういうスリットのプラ鉢を使ってるんですけど、こう中からもりもり新しい芽が、はい、出てきてくれるような状態でよく育ってくれてます。はい、あとリエールさんとかでワッサーって言ってパパがこう動画の中で紹介してたりして、寄せ植えなんかにも使いやすい品種になってます。うちではこの今映ってるみたいに、先端、芽の先端をこうやって切って、そこを刺して増やしていきます。これも、肥料入りの市川ファームでいつも使ってる土に、はい、まあこうやって塊のまま植えてもちっちゃくしても大丈夫です。塊が大きければ大きいほど、その苗の持つ力は大きいので、根が出るスピードだったり最初育つスピードはちょっと早いと思います。まあ、こんな感じでいつも育ててます。でこれは、ちょっと大きめの4寸くらいの鉢でモサモサに、あ、ワッサーになってる状態です。こんな風に結構横の方は下に垂れてくれるんで、こういう風に育てていくのも面白いかなと思います。あとまあ紅葉とかはこう全体的に淡い色になって、赤くはまあなりづらいんですけど、ちょっとピンクっぽく、はい、なったりするんで、冬は冬で可愛い感じに育てられます。でこれはさらにちょっと大きめのスリット鉢に、植え替えてもっともりもりにしていこうかなと思います。これは9センチのスリット鉢で、根っこが、はい、まあまあ張ってきてるので、植え替えてあげるとさらにこうどんどんもりもりと葉っぱが出てきてくれると思います。でこの品種を育てるときに注意していることとしては、水を切らしすぎないようにしてます。うちでは、はい、特にまあスリット鉢なんでよく乾いてくれるので、水はもうしょっちゅう、はい、晴れの日が続いたら今の時期だと2日に1回くらいはしっかりかけてます。であんまりこう根が詰まった状態でずっと置いておくと
こう葉っぱの成長も遅くなるし、ちょっと真ん中辺がスカスカしてきたりするんで、どっちかっていうと、まあこまめに植え替えをしてあげてます。まあこれも結構早めにもっとモリモリになってくれると思います。この先端がこんな感じでやっぱり可愛い感じなんで、ちまちま寄せとか、エケベリアとかとの寄せ植えに、はい、使いやすいと思います。こうやって先端を積んで使ってもらうんで、はい、一家に一鉢あると便利なんじゃないかなと思います。はい、で次がこれは結構もう根が詰まっちゃって肥料も切れてる状態の斑入りマルバマンネングサになります。これはプレステラですね、はい、もうこれほら根っこがこんな風に詰まってます。こうなっちゃったやつでも、普通のまあ肥料入りの培養土とかに植え替えてもらうと、はい、結構早めにモサモサしてきてくれると思います。うん、あでこれは、ちょっと大きめの鉢でモリモリしてたやつをさらに大きめの鉢に植え替えて、ちょっと高さを出してこう丸く育ってくれないかなと思ってやってみてるやつです。またあの失敗する可能性もありますけど、うまくいったら、はい、YouTube かインスタかで、はい、紹介しようと思います。まあ、これ強い品種なんで枯れることはないし、うまく丸くならなくてもまあモリモリっと育ってくれるんじゃないかなとは思います。はい、今回はフイリマルバマンネングサでした。ありがとうございました。